かるよ。最近ちょっと口答えが多いねんな。なんか最近すごい口答えが多いの。ここで皆さんお知らせです。ベベーン、やちべっこです。今回はですね、こちらババーン、スペーシアベースとババーン N 版を比較していきたいと思います。あなたならどっち買う？で、早速比較していくんですけれども、もう先に結論を言います。もうね、いろ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 というか、私はこっちの N 版を購入します。で、これなんでかっていうのを今日の動画簡単にまとめていきたいと思います。何を言うかっていうと、まずはお金のこと、まあデザイン、あとは使い勝手、それと走行性能、この4つの観点からなんで私が N 版を選んだかっていうのを今回動画でギュッとしていきたいと思います。でですね、多分ね、これで一番私が今から言うことで、あ、 N 版にしようかなって思う人がいるんじゃないかなというふうに思います。まずは値段ね。これスペーシアベースの方が147万円から174万円、まあ、グレードによって価格が違うでしょ。で、こちら N 版が130からなんです。で、一番下のグレードだけを見た時にこっちのが安いっていうのもあるし、一番上のトップグレードはターボがついてるんですよ。で、まあ、こういうね、ベースとかその N 版とかってキャンプに出かけたりとか、まあ、ちょっと荷物を積んで一人で車中泊行ってみようかみたいな感じの人もいると思うから、で、あと高速道路を走る人も多いと思う、そういった意味では。だからターボがついてる、私はもうこの N 版かなというふうに思って、ちょっと最初に言わせていただきました。で、次に重要になってくるのが、あのデザインやと思います。で、これまあパッと見ていただけたらわかるんですけれども、これね、今回グレードはどっちも一番高いスペーシアベースの方が XF グレードで、こっちがファンターボというようになってます。だからまあそういった意味でも比較しやすいよね、どっちも一番上の上位グレードだから。で、まあもう印象的にはスペーシアベースの方が乗用車感が強い。ほんでこっち N 版の方が商用車感の強いデザインっていう感じになってます。で、何がどう違うかっていうと、まあそれぞれ動画にしてるから見てほしいんですけど、例えばもうこのグリルとかもさ、ピアノブラックのグリル、メッキがあしらってあって、ちょっとこのリップスポイラーっぽいデザインとかもやし、あとはまあこっちよね、これはもう逆にメッキをあんまりもうほとんど使ってない、ピアノブラックとかも使ってない、シンプルに余計な加色はもう削ぎ落として、こっちはちょっと都会の道とかも走ってそうや。だけどこっちはもう田舎道が似合う感じよね。だからキャラクターがそもそも全然違うんかなっていうふうに思います。で、プラスここ比べてもらったらわかるんですけど、じゃん、軽商用車という部類にどっちもなるんですけれども、これ高さが全然違うでしょ。車高、ほら、全然違うでしょ。この N 版の方が大きいでしょ。そうそう。だからそういった意味でも、どっちかというと、やっぱりベースの方が、より、乗用車ライクな感じになっているのかなというふうに思います。で、サイドのデザインもね、やっぱり車高がこう、ベースの方が低い分、まあ言ったらもう、商用車っていう匂いはあんまりないんかなというふうに思います。あとはボディカラーもこれ重要なんですけど、N 版の方は、やっぱちょっとどうしてもね、商用車っぽい白、ベタ塗りとかの黒とか、今日ね、撮影してる、色じゃなかったら、やっぱりザ商用車みたいな感じの色が多いんかなというふうに思います。一方ですね、このベースは、例えば、デニムブルーメタリックとか、ちょっとこじゃれた色が多いんです。だからそういった意味でも、まあ、商用車に
4ナンバーが欲しいんだけど、商用車感を出したくないっていう方は、ベースの方がおすすめかなというふうに思います。これね、私がね、商用車が好きなのよ。だから、今回ちょっとその N 番の方がいいっていうのもあると思う、正直。私、ベースとエブリーやったら、エブリーの方がデザイン的に好きやもんね。だから、多分好みもあると思う。ただ、それがベースのいいところなの。でもあるんですよ。商用車っぽくないところがいいよっていう車なんです。ただ私の趣味じゃなかったっていうだけ。でも後ろから見たら思いのほか大きいね。やっぱり N 番の方がこれ。見てください。こんなに大きい。ほんでね、今回オーナーさんがね、ちょっとね、これ間違い探しを用意してくれたんですよ。間違い探しを。この中のどこかに間違いがあります。さて皆さん何でしょうか。エンディングまでに解いてね。これ。でこれなんてホンダアクセスのこのなんていう。ワンちゃんのこのステッカー、純正ね、これ。貼ってあったりとか。こっちのベースはさ、ここ。ベースのところがこの、なんていうやったっけ、これ。格子柄じゃなくて、この、なんていうんやったっけ、この、蒙古斑。何やったっけ、これ。これ何やったっけ、しま模様じゃなくて、このさ、ぐちゃぐちゃの。ちょっと、これも答えといて。ベースはこういう感じのエンブレムがついてます。まあ、デザインはこんな感じ。これやっぱりね、運転席に座って思うのは、ベースの方が圧倒的に乗用車感がある。で、デザインもマジでそうで、例えば、まあ、このなんていうの、ちょっとこの、今時の軽自動車ってタフな感じですね。どっちかと言ったら。ベースはアウトドア、タフな感じ。で、N 番の方はもうどっちかというとクラシカルというか、商用車にちょっと、だから、あれだわ。最近の若い子、令和の子と昭和の子ぐらい、ちょっとデザインのコンセプトが違うし、まあ見た目も違うしね。それがいいと思います。それそれ、最新のこと。昭和の時はこれが流行ったんやで、みたいな子。でもおしゃれ、みたいな感じの子。そんな感じでございます。デザインはほんとそんな感じ。で、居住性も、まあ、ベースの方がいいなっていう印象を受けます。まずシートの形状が全然違う。このベースの方がどっちかというとギュッとこうしっかりホールドしてくれる感じがあるので、まあ実際私どっちも長期間乗ってますけど、楽な姿勢で移動できるシートは、このベースの方やったかなっていう印象を受けました。シートが厚くてね。で、居住性ちょっと見ていきましょう。居住性はこんな感じ。158センチの私が乗って、もうまずはもう足が届かないから、全然足回りも、これね、広々。で、座面を一番下にした状態にして、ヘッドクリアランスが、1、2、3、4、5、6、まあ、6点、これぐらい。で、一番上に上げますね、座面を。座面を一番上に上げると、1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,25で、いくよ。ヘッドクリアランスが、1,2,3,4,5、拳5個分弱ぐらいあります。で、ハンドルは、チルと、テレスコはしません。で、一方で N 番。もう見てもらったらわかるんだけど、この、機能性がまずデザインすごいでしょ。ほんで、シンプル。なんか、曲線が少ないなっていう感じがします。ベースよりも。直線基調な感じがします。みんな知ってる？
マックで今やってる GR カローラのゴールド、これちょっと記念にここに置いときますね。顔を覗かせてみる？どうやったら可愛いかな。なんかこうやってちょっとこう見てるふりにする。可愛いな、これこの感じ。それでこんな感じになってます。で、まあ要はね、でね、いっぱいね、 N 版の方がね、収納できる箇所が多いんよ。要はこれもう仕事車としても使えるっていう感じだから、あっちはノマノワークとかベースの方はね、どっちかというとノマノワークとかアウトドアとか、ちょっと週末に出かけてみようぜっていうテイストの車で、これはもうもろに仕事車だから収納も全然ある場所が違うでしょ。もうここにも置ける。あとここね、細かくここチケット入れれるところがあったりとか、もういろんな2段に分かれてて、この助手席の前もあったりとか、そんな感じです。で、シートはN 版の方がちょっと薄いです。で、薄いし、ぐっとこうサイドがこうギュッと盛り上がってないから、ホールド感とかもベースの方があります。プラス一番これちょっと気になるのが、座面が上下しないです。で、スライドはするけどね、前後で。足回りも N 版の方がちょっと狭いです。スライドしません、ベースよりも。で、これなんでかっていうと、だってそもそも N 版は仕事の車やから、とにかく後ろに荷物をたくさん積まないといけないんですよ。だから前の人の居住性よりも、どちらかというと後ろに荷物が積めるっていうことを優先したから、こういう結果になったんかなというふうに思います。で、ヘッドクリアランスいくよ。 1,2,3,4,5,6,7、だいたい 7.半分ぐらいだから、やっぱりこっちの N 版の方が10センチぐらい、グレードによってちょっと違うけど10センチぐらい大きいっていうこともあって、ヘッドクリアランスは N 版の方があります。で、ハンドル、テレスコはしません。だから一番大きな違いは座面が、まあ、上下できないということ。シートが少し N 版の方が、まあホールド感がない、向こうの方がまあがっしりちょっと座りやすいということ。ただヘッドクリアランスはこっちの方が大きい。ほんでね、収納にも大きな差があります。で、これどういうとこかっていうと、ベースの方はデザインの中にうまく収納を取り付けて、ドリンクホルダーをつけてたりとか小物入れとかをつけてるっていう感じ。一方でこの N 版の方はもう見やすいところ、とにかく機能面を重視してます。直線気象でこう取りやすいとか、虫が出てた。これね、直線気象で取りやすい。で、ここ見える。ここに何が置いてあるか見えるように、もう、剥き出しな感じになってます。向こうは各種収納が多かった。助手席前とかもこうパカッて開けるタイプ。そうじゃなくて、もう N 版はどこに何があるか、こうスッスッスッ、ここ、みたいな感じで、わかるようになってます。で、ここもだな。そういう風に考えると、使い勝手を重視してるなって思ったところが、例えばね、ベースってね、助手席のドアがね、ここぐらいまでしか開かんのよ。ここぐらいかな。で、乗り降りしにくいっていうわけじゃないよ。だけど、N 版はこれ90度もガバッと開いちゃうんですよ。だから、N 版はめちゃくちゃ乗り降りしやすい。これ正直。めちゃくちゃ乗り降りしやすい。だからそういった面でも、使い勝手がこれ、これさ、今日さ、N 版のさ、N 版をさ、ちょっとさ、とあるオーナーさんに借りたんですよ。ほんで、これあれや。お菓子がめっちゃある、車内に。これ食べていいですか？あ、いいよっていうことで。スタバとか行けはるんやな。キャラメルポップコーンって書いてあるわ。まあ、こういうお菓子が入ったりするという風な感じになっております。つぶ貝あるやないですか。つぶ貝があるやん。ほんとこれあれちゃん、笹かまや。私こっちの方がええ、キャラメルポップコーンよりも。これなんかもうめちゃくちゃあれ甘やかしてくれる。
まあ、とにかくいろんなところに食料がある。まあ、でもこういう風に見やすいっていうのがポイントなんですよね。いろんなのがね。例えばここもさ、ここにあの袋がかけれるようなとこがついてたりとか、うん、まあ、こういうのが多いんですよ。収納できる箇所とかが。って言ってたのはこれですよね。ベース見てもらったらわかるんですけど、隠せるようになってるんですよ、ここ。あくまで。こういう風にね。荷物を置けるとか、機能面とかが優先じゃない。あくまでも、車内で過ごしやすい空間を演出するために、こういう風な収納がついているという感じになっています。で、後席の収納っていうのはそんなに変わりません。じゃあ、何が違うかっていうと、どっちも、N 版もベースも後席はスライドしません。固定です。その上で、いくよ。ベースは助手席も運転席もスライドします。これね。で、一番後ろにした状態にして、このね、ベースのね、私ちょっとね、ここでまた分かれるかな、N 版にしようかなと思った理由が、ベースはね、圧倒的にこの後席の居住スペースが狭い。これ今一番後ろにした状態にして、車をね、あのシートをね、一番後ろにした状態にして、だいたいこんな感じ。もうギリ足が入るかどうかっていう感じ。で、これ一番前にした状態にして、よいしょ。こんな感じ。拳、だいたい2個分ぐらい。ヘッドクリアランスはいいよ。いくよ。だってヘッドクリアランスはもうそもそもあるから、ヘッドクリアランスは、1、2、3、4、5。まあ 5. ちょっと分ぐらいあります。だからここはそんなに気にする必要はないんだけど、やっぱね、あの、後席の居住性は圧倒的に N 版の方がちょっと広いかなっていうような印象を受けます。ただ、まあこのベースのいいところは、助手席もスライドするっていうことなんです。まあそれとかとここね、ちょっとカーテンがかけれるような場所があるとか、まあこんな感じ。でもまあ収納は本当大きく変わりません。一方で、ちょっと N 版行ってみますね。N 版は、今シートを一番前にした状態にして、膝からシートまでの距離が、1、2、3。まあ 3.半分ぐらい。拳半分ぐらいかな。で、これ、助手席なんですけど、ここがね、ちょっと押さえておいた方がいいポイント。N 版は助手席がスライドしません。これで固定です。これになった時に、拳、まあ2個分ぐらい。スペースがあります。だから、どっちがこう、広々と座れるかっていうと、やっぱり、N 版の方なんかなというふうに思います。ちなみにヘッドクリアランスいっとく。まあ、ヘッドクリアランスはね、どっちもあの気にすることない広々使えるから。いくよ。1、2、3、4、5、6、6点ちょっとぐらいあるね。で、ただ、まあ、これね。ちょっと居住性が違うっていうのと、シートの座り心地で言うと、後席のね、ベースの方が、ちょっとあの、シートが肉厚な感じがして、長時間座っても痛くないかなっていうのは、あるかなって感じがします。だから、もう全部、デザインもだし、収納もだけ、収納の時からずっと言ってるんですけど、そうそう、どっちが、気になるポイント。どっちが気になる？あなたは。私は N 版の方が自分のライフスタイルに合ってるかなって感じです。で、それとね、大きく違うところ。ピラーレスです。N 版は。B ピラーがありません。だから、めちゃくちゃ乗り込みやすいです。それが大きな違いかな。ところで今日スライドドアチェックやってないから、今ちょっとやってみる。ピラーレス、まずはピラーレスの。この N 版からいきたいと思います。いや N 版手動やからなそうや恐ろしい閉めましょういやあかんよあかんよ今閉めましょうかという最近ちょっと口答えが多いねんななんか最近すごい口答えが多い吉野さんもめっちゃ口答えが多いなんか最近でもそれは
何とかで何とか、さとこも口答えを、もう今これみんな口答えが多くなってる。うちのあのチャンネルのメンバーはほんまにあんたら。それでは続きましてですね、積載とかに質とかシートアレンジとか見ていきたいと思います。でこれねやっぱね、まあ、もともとね、ちょっと10センチぐらいこっちの方が、N 版の方が車高があるというふうに言ったんですけど、荷物の積載量も全然違います。ベースが最大積載量200キロ。で、この N 版が300キロ、100キロぐらい違います。だからまあそう考えるとね、本当に荷物車なんかなっていうような感じがします。で、あとは、まあ、というふうに考えると、N 版の方が荷物が乗るんやけど、多分もし、プライベートユーザーで使おうと考えてて迷ってるとしたら、まあそんなことはあんまりこう重要じゃないのかなと思うんですよ。もちろん荷物がだいぶ100キロを詰めるのが変わってくるから、そこはそうだけど、シートのアレンジの仕方の方が結構違うので、ジャンルが違う。シートアレンジとかの仕方のね。だからそこをちょっと詳しくお伝えしていこうかなというふうに思います。全部を細かく比べていったら、もうどっちがいいかわからなくなるから、私のこの比較動画は大きく違うところ、特徴を皆さんに伝えて把握してもらうというようなことをしていきたいと思います。まずはこれ、荷室はねもう圧倒的にねベースの方がね詰めないのよ。そんなことよりも大事なのはここや。よいしょ。ベースにあって N 版にないものを今ちょっとねやっていきたいと思います。どっちも荷物はある程度詰める。ちょっとなんていうの。あ、オッケー。大丈夫。大丈夫。皆さん大丈夫。皆さん大丈夫よ。で、荷物はどっちもある程度詰めて、ここなんよ。よいしょ。ベースは、こういうことができます。ベースはこういうことができるんです。この机をね、出して、車内で。で、ここに座って、例えばまあ、ノマドワークだったりとか、まあ、車内で軽くご飯食べ、車中泊するときに、ここでご飯食べれたりとか、するっていうような特徴があります。これは N 版にはないですね。で、プラス、この板の、まあ、これ動画にもしてるんですけど、このね、板の高さは、3段階になってて、この下の中段でもいけるし、上段でもいけるし。で、それプラス仕切りにもなるんですよ。だからそういう風に使い勝手がいいっていうような、アレンジがいっぱい効くっていう良さもあります。で、どっちもね、フルフラットにできるんですよ。N 版も、このベースも。だけど、ちょっとね、フルフラットのこの度合いが違う。ベースは確かにフルフラットなんやけど、こんな感じ。斜めに寝て、158センチの私が斜めに寝て、ちょっと寝転べるかなっていうぐらいの、スペースしかありません。N 版もね、もちろんフルフラットになります。なるけど、これ何がいいかっていうと、N 版の方が圧倒的にね、このフラフラットにするまでの手順とかが簡単。っていうのも、ベースの方は、板とかがあったりとか、あれさ、鉱石をパタンと倒すだけじゃないんよ。この真ん中の部分からね、また板を出してフルフラットにするみたいな感じで、結構なんか1工程、2工程、3工程ぐらいあるんですけど、この N 版の方はもうパタンとこれ、ね、ディアのこのシートのこのオレンジのギュッて引いてパタンするだけやから、こっちの方がまあ、使いやすいし、ちょっと一回寝てみるとね、どっちもフルフラットよ。どっちもフルフラットなんやけど、私が縦に寝て、158センチ私が縦に寝て普通に寝れるから、なぜこう操作も簡単やしね。難しいことがない。で、あともう一個ね、すごいのがあるんですよ。皆さんちょっと待ってくださいよ。これを、こうやってやると、
パターンでさらにここを出すと、そうすると何が起こるかというと、わかる、こんなにスペースがある。でこの状態やったら158センチの私はもう縦に寝れる。でもこれやったら2メートルぐらいある人でも絶対寝れると思います。だって今どれぐらい空いてる、めっちゃ空いてるでしょ。だから車中泊するとかってなった時はこっちの方がおすすめかなというふうに思います。ここで皆さんお知らせです。ベベーン、矢田部あきこガレージライフのステッカーが販売されることになりました。今回のデザインはこちら、ドライブレコーダー故障中、これ意味ない。それとちょっとこの最近旧車やり始めて参考にした矢田ガレのあのロゴが入ってます、こう YTGR、 これぜひ購入していただけると嬉しいです。私のあの拙い字でちょっとメッセージを添えて皆さんに発送させていただきますので、ぜひご購入ください。バイバーイ。ちょっと YouTube の後に動画の間に挟んでみました。ということでですね、ちょっとあの走行性能もお伝えしていこうかなというふうに思います。あのね、圧倒的にスペーシアベースの方が運転しやすいとかそういうことじゃなくて、乗用車感がある。であっちの方が商用車感があります。でどういうことかというと、まあもう商用車って言ったら、まあなんていうの、荷物が乗ればいい車やから、ちょっと足回りが固めあったりとか、あとはなんていうかな、その運転してて怖いとかそういうことじゃなくて、多分おそらく大多数の人がこのベースの方が性能が全く違うとか N 番が悪いとかそういうことじゃなくて、そもそもキャラクターが違うから、可愛い系か綺麗系かみたいな感じでキャラクターが違うから、こっちのね運転しやすいなっていう風に感じると思います。あ、いつもの車やなみたいな感じで、あの感じる人が多いと思うので、まあそういった意味でベースの方が、まあ運転あんまり慣れてない人とかはおすすめなんかなと思ったりもします。あとね、どっちもね、小回りも効くで、サイズ的に細い道もスイスイ行けるで、加速はねやっぱりね、あっちの方が出るよ、N 番の方があるし、重い荷物積んだ時とか坂道とかの力強さとかは N 番の方があるけど、まあ、このステアリングのこの切った時のこの挙動とか、あとこの加速の仕方とかはやっぱりまあそのベースの方が慣れてる感があるかなっていうふうに思います。ということで今回はババン、ホンダ N 番とババン、スズキスペーシアベースを比べてきましたけれども、皆さんいかがだったでしょうか。同じね、所有者4ナンバーだったんですけれども、ちょっとここが違うっていうところを、まあ、詳しく説明させていただきました。皆さんのライフスタイルに合わせて、まあ、どっちを購入するか選んでいただければなというふうに思います。そして間違い探しの回答、デデンデデン、なんとこの N 番の B バブ V がB になって、バンバンされたの B になってるんです。オーナーさんがさ、今回さ、このさナンバープレートを隠さなくていいっていう風に言ってたんですよ。で、え、大丈夫なんですかって言ってたけどさ、なんかさこれ見たらさバレるやん、 N 番のさ V がさ B になってたらさ、このオーナーさんでバレるからさ、隠しても意味ないなと思いました。そういうことだったんです。これ N 番バン。この動画がいいねと思ったら高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。バン。バイバーイ。